So pepper. おやつですって言われたけど、全然おやつじゃない。がっつり。どこに到着しましたか？ヘルシンキ空港です。なんかさ、見てかわいい、キャビンキャビンみたいなのあるよ。キャビンだって、クリスマスキャビンがある。お、サウナ見て、サウナ。なぜかサウナルームだけど、ね、しかもしっかりさ、ロウリ用の、確かに、何のあれなんだろう、フィンランドの象徴だからかな、象徴ですよ、みたいな。ほら、見て、あれ、スティンキー。
ほんとだ。ニョロニョロのマグカップ、マグカップじゃなくてラス、かわいい。イッタラっていうメーカーのアールトデザイン、フラワーベース。フラワーベース、アールトって知ってる？アールトってわかんない。あのフィンランドの有名なのインテリアデザイナー。へえ。一番なんか有名。これとかもそう？うん、うん、これね、アラビアっていう、おう、陶器がアラビアで、なんかグラスみたいなガラスのやつがイッタラで、な、同じ会社らしい。あ、そうなんだ。で、なんかその陶器のラインとなんかガラスのラインで分かれてるんだって。へえ。俺1個アラビアのマグカップ持ってるよ。そう。どう、フィンランドの空港？広い。広い。いや、広いし綺麗だし、そしてあの有名なフィンランドといえばなブランドがそれぞれ全部ショップ揃ってて。確かにね。そう、フィンランドってトランジット3時間あるんだよね。トランジットが3時間あって、これからタリに行くんだけど、そう、3時間あるからそれ全部雑貨屋さんちょっととりあえず見たりとかで終わりそうです。バカ。何それ？スニフ。スニフだ。かわいい。スニフってそんな色してんだ。ね、そんな色してる。これがね、ヘムレン先生だよ。ヘムレン教授かな。私地味に好き。こいつね、近くの警察官。近くに住んでる警察官の人。そんなやついんだ。うん、多分そう。ちょっとね、厄介なのよ。この人。口うるさいの。うん、そう、口うるさいの。あ、ヘビ。何これ？これも出てくんの。そうなの？うん、アニメの中に出てくんのヘビ。なんかね、家の中に入ってこようとするヘビ。そうなんだ。うん、ムーミンそんないっぱい見てたの？めっちゃ見てた。細かく見てた。大好きだった。クリスマスオーナメント。あ、かわいい。アラビア？アラビア、アラビアのね。え、かわいいわ。それ買ってみたいね。かわいい。最終日で買えるよね。いや、買えると思うよ。そもそも、ここに来れると、あの、これでも、入所が決まったあ、そういうことね。ごめんね。いいよ。いいよ。うん。うん。なんかバーベキューみたい。うん、バーベキューソース感あるよね。うん。うん。美味しい。寒い。寒いね。ずっと空港の中だったけど、外寒い。冬だ、これは絶対に。でも。あの、日本の寒いぐらい。うん、確かに。今のところ。まだ10月だから、さすがに、日本の冬。確かに。うん。こっからだってね、もっと、
氷点下になるんだもんね。そうだよ。パリに着きました。エストニア着きました。イエーイ。これから、SIM カード SIM カードをまだ持ってないのでキオスクに買いに行きます。Yes, but only one type. What type? これじゃないんじゃない？ Okay. Thank you. Yeah, yeah. You're welcome. ちょっと違うとこ行く。違うとこ。Thank you. はい。リベンジキオスクします。はい。パー、スー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 パーです。スパーって何？SIM 買ったんだけど、これについてなくて、新品買わなきゃいけない人は新品が絶対必要なんだけど、必要です。で、持ってなかったので、たまたまエストニアの友達が新しい iPhone16 を頼んでおいて、届けてくれないって言われて、預かった iPhone の中に新品があるっていうことを発見して、ここ開けさせていただいて新品借りました奇跡。急遽友達の新品 iPhone だからね新品だけ借りるっていう、そんなことあるんだっていうというわけで入れました。はい。で、ここからあれだよね、次はボルトっていうUber みたいなやつの北欧バージョン、ボルトのが安いらしいので、それをダウンロードして、で、サリンはコンパクトなので空港からもう10分ぐらいで街に着きます。サクッと着ける。バッチリバッチリ行きましょう。すごいモダンな感じ。うん、コンパクトに天井が高くて、なんか開放感あるね。うん、なんか天井高いだけでこんなに開放感あるね。ね。天井が高くなかったら、普通にビジネスホテルぐらいの広さだけど、うんうんうん、すごい開放感あるわ。ね、広く感じる。広く感じる。天井って大事。じゃじゃじゃん。綺麗だね。カボチャいっぱい売ってる。すごい、いろんな形のカボチャあるよ。カボチャかわいい。いろんな形のカボチャがある。これ食べてみていい？
や、ここのカフェおしゃれだねって今話してて、で思ったのがエストニアの模様ってあれたくさんある。あのなんていうの、ヘキサゴンっていうの、六角形みたいなやつ。じゃあこれに注意していきましょう、うん、注意ちょっと注目してみて、はい、ビル門の前です。一番多分旧市街の入り口ですね。で見て、すごくない？なぜかビルモンの入り口の前にフラワーロードができている。勝手に自分でつけたけど。ペリコン名付け親。フラワーロード。すごい。しかもなんか花束がさ、綺麗に並んでる光景すごくない？そうね、珍しいね。珍しい光景なんだけど。通りらしい。サウナ通り。サウナがいっぱいあるってことかな。かな。通ってみる。行ってみよう。こう開いて。開く時間。はい。アレルサウナ。あ、なるほどね。クロウェルっていうパブリックサウナはここにあったんだ。とりあえずここにあった。あったみたいですね。みたいです。ふぐちゃん、見つけたよ。あの例の模様、前のバー見て。ほら、あるあれね、エストニアなのよ。あれエストニアなの？うん。よく、これめちゃめちゃあるから、多分。隠れミッキーみたいな。Different glazings. There we got the one Italian liquor, coffee, orange, and chili pepper, and the stinger, cherry, salted pepper, and the lemon. Salt pepper. Yeah. There you go. Yeah. Tasty. Thank you. You're welcome. Hi. Hmm. No, delicious. Yeah.
ハリンといえばの場所です。ハリンといえばの場所ですね。そう、買ったの。じゃじゃん。見える？お、何それ？ハリンマグネットです。見てて。ハンドメイドセラミックの。かわいい。かわいいね。うん、タリンの街って感じ。かわいいですか？かわいい。貼るんだ、冷蔵庫に。冷蔵庫に貼るの。どこまで行くの？全然わかんない。です。開いてるかしらね。開いてみて。開いてみるか。I'll grab some menus and we're gonna head upstairs. Okay. Thank you. 入れた。入れたね。2人だからかな。2人だからかな。ね、入れたね。入れましたね。よかった。2人だからかも。うん、なんか予約は向こう5日間ぐらい満席だったから、大人数だったら多分予約した方がいいけど。うんうん、でもなんか飛び入れで全然入った。入ったね。うん。ラッキー。ラッキー。普段通りなのかわかんないけど。美味しい。どういう味？酸味があるんだけど、なんて言うんだろう。これでラメがさ、どこにあるんだっけ。確かに痛みは全くない。ラメでも全くなくて、なんだろう、あのさ、酸味があって、あのバルサミコ酢みたいなスープかもしれない。なるほど。うん、いや、すごい美味しい。なんか深みが複雑性が。頑張ってうまいこと言おうとしてる人。そう、うまいこと言おうとしてる。うん、胡椒の辛み、他の油塗ってる感じする。すごい。いただきます。うん、柔らか。すごい柔らかい。うん、何回なんだっけ、これ。トナカイ、マシカカ、エルクって書いてあったね。うん、美味しい。牛のほほ肉とかそういう感じの感じ。
美味しかった？めちゃくちゃ美味しかったね。そしてホスピタリティ満点。満点だったね。うん。すごいいい人たちばっかりだった。いい人たちばっかりだったね。うん。いい時間でした。いい時間でした。満足。はい。では、お行きましょう。いや、めちゃくちゃ今日最高の天気だね。確かに最高の天気。ジュニパーベリーのさ、ジュニパーだよね、多分。買いました。コースターいい感じの買い物だったね。うん、なんか一点物って感じで、うんうんうん、好きなの見つけられたから嬉しい。まあまあ良くなった。可愛いと思う。ブランコあるよ。ね。買えるらしい。なんか最近の。このエストニアのデザイナーさんたちが作ったデザインが集まるものということだって。
これ、これかわいい。これね、雑誌で見たの。え、あれかな、トランジットかな。おトランジットで見たかも。へ、なんか最近のエストニアの若いデザイナーさんが作ってて、これあのあれなんだ、あれなんだって、エコなんだよね。なんか廃材じゃないけど、なんか走って作ってるものらしいよ、このブランドが。すごいね。そう、かわいいね。かわいい、普通に。あ、大きいね。大きい。あ、でもここで大きい。あ、コーヒーさ、なんか突然大きくなってないのか。確かに。いや、どうしようかな。じゃあ、そっちないんじゃいいじゃん。そっちないんですか。うん。これ別に悪くないでしょ。うん、じゃあサーティナインにしよう。オッケー、アイリス、アイリス。サーティナイン？サーティナイン。サーティナイン、いじゃないけど。さっき俺が茶碗蒸しみたいって言ったからね。うん。うん、美味しいよね。うん。茶碗蒸しではないけど。ではないか。何これ、なんでおじさんさ、ブラケ顔写真なんだろうと思って。ほら見て、ムーミンなんだけど、中身にキノコだ。ほんとだ、キノコのレシピだよ。キノコ図鑑だよ。キノコ図鑑。はい、急げ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 。すごいさ、旧市街の奥に新市街があるの面白いね。面白い。うん。うん。うん。はい、本日最後の目的地へ。本屋さん大好き芸人みたいになってる。ここは世界でもゲスト3か4かになったことがある本屋さんだし。動画です。動画。Yeah, I'm gonna go to the next one.
何それ。いろいろ回って何か欲しいなと思ってこれに決めました。それ何なの。これはエストニアのなんか四季それぞれなんか家とか道とか人とかが集まった、あ、四季一年通したそういう写真が集まったという写真集。いいね。うん、で前の本屋さんもこれが開けてあって、なんか普通にパラパラってめくって、あ、良さそうって思ってたんだけど、こっちもいろいろ一周してめぐって、やっぱこれかなっていう。エストニアの写真だから、もうそれは買うしかないね。これ しかも可愛くない、表紙可愛い。可愛い表紙、可愛い表紙、可愛いね。このさ、布の想定いいよね。確かにね。はい、ハンズっていう中華屋さんに来ました。フードコートの中にある。ここがなんかアジアの料理食べたかったら美味しいって言ってるね。うん、友達が美味しいって言ってた。美味しい？まだ食べてないし。ツッコミ早いって。うん、美味しい。美味しい？さっぱりしてる。うん、これでアジア感じれる？うん、感じる。あ、全然 OK。 うん、アジア感じる。本当？じゃあ、よかったね。うん、目立ってたかな、私たち。目立ってたのかな。Я могу еще вторую сторону Таллина показать. Вот это она. На той стороне вы были? На той стороне. Там, о, фильмы снимали, там тоже. Ну кто там? Ну кто там? Лазит там. Вот это она. Белый. Торнишка. Торнишка? Торнишка. Эй. Эй. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. あ、これ、もらった方が。これは、トゥー私？あ、でも、みんなにね、なんだけど。これ。この色はさ、元の色なの？あ、めちゃくちゃいい質問です。元色はこれが元の色で、サーモ加工されたのがこれ、はいはい、だから全然違うでしょ。だから褐色になって、でもその熱を入れすぎると結局水分飛ばしちゃうと、それはそれでもろくなっちゃうから、とかはあんまないけども、ヒビが入りやすくなっちゃうので、アスペンっていう木材はここまでしか入れられないんだけど、アルダっていう木材はここまで入れられると。それはそれで弱点があって、今もあるけど、こういう傷とかがやっぱり目立ちやすくなっちゃうから、ちょっと扱いにくいっていうのがこのダークサーモアルダ。そう、でこの暗いものは、そのサーモ加工を結構してるっていうこと。そう、これはだからもう火入れてるみたいな感じ。じゃこれとかも、ここ何なんですか？
ここはバレルサウナ、樽型のサウナの工場。工場なんですね。ここからこれここにあるやつ全部日本に送られて、日本でこのバレルサウナが作られます。なるほど。ステッピーだって。ステッピーしてね。ステッピー、はい、ステッピー。はい、ステッピー。はい、ステッピー。Please just tell me what's on your mind.すごい。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 めちゃブログされた。We haven't been our best for love. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away. Say goodbye and go in separate ways.すごく気持ちいい。なんかすごい田舎っていうかさ、その周りにあんまり言えないからのびのびしてるし、空気澄んでて、あの水風呂に入ってなくて普通にバレルサウナと外気浴だけなんだけど、それだけでもすっごく気持ちいい。気持ちいいね。うん、開放感あっていいですね。エストニアに移住して1年目の夏にぶつかって夜中に普通にすっごかったよ。ガラスバリバリになって、やばおにぎりだ。
よかったな。美味しい。美味しいよね、これ。美味しい、冷たい、美味しい。ひとくん、ひとくん飲んでみる？うん。じゃあ、はい。温めてくれてるんだよね。だよ。じゃじゃん。おー。うわ、湿気だ。すごい。ああ。気持ちいい。Hi. Can I get a cafe latte? Yeah. ではこれで市内観光します。はい。公園も綺麗です。秋今ちょうど。そう、映える。ギャラリーバーと同じぐらい汚い川です。こちら。全体通して見れば綺麗だけどね。うん。よく見ると汚い。汚い。それが川です。たまたまフリーマーケットやってましたね。たまたまやってた。はい。今フリーマーケットということで連れてってくれた。お参りください。マーケットにやってきました。こちらうなぎのスモークらしいです。買いました。なんかちょっと掴んでる感覚怖い。美味しいのでしょうか、果たして。
サウナ室の再現なんで。頭までつけて、よーし、グッジョブ。僕がバーガー見てなったよね。すごいことになってるね。ここで、ここで本当に2回戦行くか。2回戦行きましょう。そうだね、はい、大丈夫だ、ここ。料理するから、お肉触ってた。すごい似合う。本当すごい似合う、なんか燻製の肉。燻製の肉が似合う。どれ？これ？これだ。これです。それですね。いただきます。どうぞ。このまま食べる。ああ。おいしい？おいしい。おいしい。確かに美味しいね、ロゼ。美味しい？ロゼ。ロゼ。ロゼ美味しい。もうあと1時間ぐらいさ。うわ、怖っ。怖いな。食べてみて。ちっちゃ。うん。どう？マリオイ。まあまあでした。残念でした、うん、ちょっと苦手かもしれない。こんなに大きいのごめんね。ログハウスですね。ログハウスですね。うん、かわいい。じゃじゃん。日本人なので、マイシューズで過ごします。いいね。この前、タリンで買ったスリッパ。早速履いちゃう。ちょっと。かわいい？あ、怖いね。サウナ入った。ここ合宿来たみたいになってる。合宿みたいになってる。あなた食べない。どれ食べようかな。おいしい。うん。うん。ついてない。エストニアって感じやね、これはね。うん。おいしいね、ご飯。うん。チャオ。イメージになれるよ、ユーチューバー。チャオ。恥ずかしい。Down so soft and slow. Outside the window. She's all the light. Though the world may seem so still,
lights coming in distant chill with memories of winter's past of the ones I wish would have last all the light like snow tell secrets of long ago I'm carols of the gifts we know all the light like snow whisper softly on the wind. すごいね、準備をしてるんですか。これ。あ、先生お願いします。あ、繋ごうとしている。ごめんね。あ、like basic level. People usually think that I know a little bit more than a basic.And I'm interested. ああ、なるほど、ごめん。じゃあ、キムチとご飯と豆乳が混ざって。美味しい。美味しい。どう美味しいの？ラズベリーはフルーティーで。ご飯もない。美味しいです。食レポ。ほら、ゴロゴロでアウト。ああ、美味しそう。マッサンからげです。これやばいね。うん。美味しい？うん。どういうシーンよ。あのキューバ代表とか日本で日本と違う？メンチカツだ。日本と同じ？うん、一緒だね。へえ。結構一緒かも。頼むのはこちらのランゾーラーメンとこちらの担々麺です。どっちも2回目。どっちも2回目この短期間にしてはい、うんうん、迷ったらランゾーラーメンの方が美味しいと思う。でもエストニア来るのってカップラーメンとか買ってきた方がいい。うん、買ってくるといいかもね。エストニアの人はカップラーメンもらったらめちゃくちゃ嬉しいって言ってたから本当にないってことなんじゃないかな。I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through Everything's about to come my way Nothing can ruin my day No matter what anyone does or say I smile at blues No I don't care cause I am on my way Up and I won't stop I won't slowStanding on my feet, I'm gonna rise. No, I won't stop. It is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy. 今クリスマスシーズンだからかな。クリスマスシーズンちょい前だからかも。ビーガンとか。チョコレート。ね、ビーガンアドベントカレンダーだって。何があるんだろうね。栽培されてる。豆苗栽培されてるんだけど。カイワレかな、豆苗かな。あ、カイワレかな。なんかいろいろあるね。なんかラズベリーみたいにさこうパックになってたりとかさしたらいいんだけどね。これザクロ、ザクロが有名、たくさんあるみたい。リンゴがザクロって言ったね。そう、あとこういうねちっちゃいリンゴ、そうチビリンゴたくさん、うん、一家に一台、そう一家に一台リンゴの木があるみたいです。これ違う、これ何、これ違う、なんだっけ、これクランベリーかな。これはこっちが、こっちが、違う違う似てないね。このカレブっていうブランドがエストニアの、エストニア産のチョコレートブランドで、他は大体結構イギリスとかフィンランドとか EU で関税かからないから結構いろんなヨーロッパから輸入っていうか、そう集まってるんだと思う。
アイスコーナーだ。アイスあるね、たくさん。決めました。それだけでいいです。シェアしよう。かぶせちゃって、かぶせちゃって、あんなちっちゃい時に旅行できるもんなんなんかジビエっぽいね。なんか天ぷらとかもあるけどジビエっぽい。料理っぽい感じ。ステーキっぽいね。うん。ちょっと重たいかな。うん、なんか重たそうだね、朝ごはんには。So, are these cinnamon roll? Yeah. Wow. So then this is caramel. Caramel, yeah. Poppy seed, chocolate, cardamom, almond, and cinnamon. Is it popular? Cinnamon. Yes. Nutella. Yeah. Nutella. It's like chocolate. Nutella. Nutella. Oh, yeah. Nutella. Marvelous. なんだっけ、モーイみたいな、モーイみたいな、なんだ、チアシードかな。うん、うん、何味？甘い。うん、へえ、うん、普通になんかね、シャワーの味がするんだけど、このプスプスが何なんだろうなと思ってる。んちょっと入ってみよう。ポトガルフィスカはでもあっちって書いてあるよ。ほら。でもね、なんか良さそうな感じがするの。うん、入ってみよう。ここがなんかね、うん、新しいデザインとか、うん、そういうのが、うん、メインで、ある。あるらしい。A sunny day, but it's cold outside. Tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear the jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why.Kita, you go meet the audience.Yeah, I'm gonna go back.
I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good, good time. I hear the jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. It's the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. I wanna sing about the Christmas songs. I wanna sing around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here. My winter wonderland. あっちゃん。めっちゃ難しそうなパズル。難しすぎ、これ。難しそうじゃない？どうやってもクリアできなそう。レベル高い、これ。IQ パズルだって。卓球の台。卓球の台、ラケット。ラケット。わかんないね。あ、これあれかもね。神経衰弱的なやつじゃない、もしかして。え、そういうこと？違うかな。なんかそんな感じしない？本当？はい。これ買うのは私たちぐらいだよ。確かに。で、なんか使えそうなんじゃない？写真に活かせるゲームとかだもんね。本だから多分ハウトゥー本のよりこう実践にこう近いような感じでまとめてくれてるカードゲーム的なやつ。そうだね、これだ。いいんじゃないですか。さあ、Thank you.撤去されたんですけど、
めちゃめちゃうまそう。美味しそう。あ、ごめん、ありがとう。ありがとう。美味しそう。No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay ten toes. Bring the cheese, put the lights up. Tis the season. Need no French toast, no Ebenezer. Who believes? Y'all need cheese. Thank you. Fried and bring. Got more. Thank you. Thank you. They said, Saint Nick, what you got up in that bag? I got racks, racks in my sack or my bag. 本当にそこら中にサウナがあります。があってテラスはテラスでサウナがあるよ。テラスにサウナがある。あった、それ、これこれだ。いや、怖い。行くよ。せーの。あ。I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers. Bring one of my t-shirts. So it smells like her. Sponge face. You're eating here? You're eating here or takeaway? Takeaway. Takeaway. So, do you have the filter coffee? No, no, we can do it just americano on the machine. Okay. That's cool. Have you ever loved? Hello. Hello, Toya. Anything else? That's all. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks about us. で、9回10回がある。まあ9回10回の方がおもろかった。10回はほぼ何もなかった、うん、9回だね。屋上なんて、おいしい。レポして、食レポ。ふわふわしてる。ふわふわしてる。優しい感じの味。めっちゃうまい。
ね。全般に。